ジアダムスはイングランドレスター出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。サウサンプトン FC 所属。2014年11月14日、シェフィールドユナイテッド FC と2年契約を結んだ。エフルカップのサウサンプトン FC 戦で、ハーフタイムにジャマル・キャンベル・ライストの交代で、ハーフタイムより途中出場して、プロとしてデビューを果たした。 エフルカップのトッテナムホットスパー FC 戦でプロ初ゴールを含む2得点を記録した。2016から17シーズンは開幕直前にバーミンガムシティ FC に3年契約で移籍した。2016年8月16日のウィガンアスレティック FC 戦でデビューした。移籍初年度の2016から17シーズンは公式戦42試合で7ゴールを挙げた。 リーグ戦最終節のブリストルシティ FC 戦では、チームをエフルチャンピオンシップ残留に導くゴールを挙げた。2018から19シーズンは、リーグ戦22ゴールを挙げて、エフルチャンピオンシップ年間最優秀選手にノミネートされた。2019年7月1日、サウサンプトン FC2500 万ユーロで移籍した。 2021年3月にスコットランド代表に初招集され、29日のオーストリア戦で代表デビュー。UEFA ユーロ2020の代表にも選出された。ありがとうございます。